田口くん、どこへ行くんだ？テープがもうない。替えのテープは。終わりか。なんだろう、逆打ちって。帰るための方法と言っていたな。肝心なところがなかったけど。続きあるかも。ゆかちゃん見つけたらテープも探してみよう。ああ、だな。よし、別館へ行く方法を探そう。ダメだ、このカメラテレビにくっついて離れない。そう、持ち歩けたらテープすぐ見られるのにね。ん？あれ？何これ？校舎の様子が変わってる。さっきの大揺れ、やはりただの地震じゃなかったようだな。ええ、また空間が変な風にくっついたり離れたりしたのかな。かもな。とにかく動いてみよう。慎重にな。うん。あ、サトシ、ちょっと待って。ん？背中、服に木くずが刺さってる。大変なことになってしまった。私は今、オカルト研究の歴史が一変する世紀の瞬間に立ち会っている。今私がどこにいるか説明をして、果たして読者諸氏にはご理解いただけるだろうか。驚くだけで、私は今、呪われた学び屋天神小学校、その校舎の中にいるのだ。私の有能なる助手、読者にもおそらく名の知れた冴の木奈穂君、霊界に精通している彼女の心霊調査により明らかになった。霊場との接触方法が。私はもう一人の助手、カメラマンの田口君と二人でその方法を行い、すでに存在しない学校に生きた人間としての禁忌に足を踏み入れた。
映像も残そうと思う。まずは手当たり次第に調査する。次回記事にて我々がどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか、私も非常に楽しみで仕方がない。こうなったらとことん行く。期待して待っていてほしい。一度ここで筆を置く。私自らが証拠を携えて霊界と通じる生き証人になってみせよう。ナオさんの師匠、オカルト作家兼猟奇事件ルポライターの響先生、本当にここに来ていたんだ。嫌な言い方だけど、ナホさんの方が立派になっていたし、騎士改正を狙って特ダネをつかみにここに来たのに、ナホさんも響先生もはっきりとここに来たって言っている。青い霊魂の話では、児童霊の呪いで監禁されているってことだったし、児童ユキちゃんの霊は連れてきているのは自分たちじゃないって。だったらやっぱり幸せの幸子さんに失敗したからだわ。私たちがここに連れてこられたのは幸子さんを怒らせたせい。あの時ちゃんと奈穂さんのブログの指示通りにおまじないに成功していれば、私はただずっと一緒に友達でいられると思ったから。まさかこんなに失敗リスクが高いなんて思うわけないじゃない。ただのおまじないで普通じゃないよ。こんなことになったって篠原さん、私のせいだ。篠崎、無事だったのか。よかった。何やってんの。いや、委員長、怪我とかなさそうだね。よかった。うん、あなたも。そんな、鈴本さんまで。ついさっきまで笑ってたじゃないかよ。
みんな、みんな、なんでだよ。としての命令よ。篠崎、獅子戸先生と森重くんとゆかちゃんを見つけてここから帰るんだから。ああ、もちろんだ。いい、殺害犯は幸子よ。出会ったら気をつけてね。奈穂さんやゆきちゃんの話では殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、殺された三人が自動的に条例されて、この校舎を包んでいる霊磁場が開き、元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の幸子か。どうすれば懺悔なんてさせることができるんだ。だよね。あなたたちのさっきの話、逆落ち法について聞かせてくれる？このテープで帰るための方法みたいに言っていたんだけどね、肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わってるから、きっと続きがあると思うの。キビキって人の取材テープみたいで。キビキ先生の？あ、うん。この方法さえ分かればこれ以上霊とかに関わらなくて済むし。条例？とかより簡単そうだし。だけどそれじゃあ根本的な解決にならないよ。条例法、私に逆打ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは、この恐ろしい呪いの拡大を止めてほしいと考えているからだわ。この学校をこのままにしておくと、これからもずっとあの子たちがここに閉じ込められて無垢死んでいくんだよ。そんなの、ただの高校生の私たちに何ができるっていうのよ。幸子に罪を後悔させるその方法をなんとか探るんだよ。なんで最初から無理って決めつけてるわけ？私の話だからうさんくさいって？そうじゃないけど、とにかく協力して頑張ろう。俺たちは逆打ち法について探りながら、ユカやみんなを探すから、篠崎はユイ先生たちを探してくれ。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。じゃあ。委員長、気をつけてね。中島さん。ん？あんまり持田くんに近づかないで。は？何よ。持田君にも惹かれた。どうしてくれるのよ！
やってんだろう。私、中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も私そびれちゃったし、はぁ、委員長失格だな。また後で返そう。確かに今幸子に出会っても懺悔させる方法なんて思いつかないし、ゆい先生を探して逆打ちでもいいから、みんなで帰ろう。ゆかを探して校舎内をさまよう。俺たちは別館への通路が開いているのを発見した。本当だ、あっちにも校舎。ナオミ、大丈夫か？俺も怖いけど。大丈夫だ。二人でいればなんとかなる。だね。二人でいればまた後悔が襲ってきて、私の心をねじり上げる。人の気持ちも知らないで。聖子の最後の言葉が耳から離れない。ナオミ、大丈夫だ。お前のせいじゃない。元気づけてくれたサトシにはああ言ったけど、靴も揃えて置いてあったし、あれは自殺だ。きっかけはきっと私の八つ当たりに違いない。絶対そうだ、きっとそうだ。聖子、絶対私に怒ってる。母ちゃん、きっと見つけてあげるからね。ひどい。これは刺し傷だ。何度も何度も刺し刻まれている。この人、殺されて、間もないよね。はあ、そう見えるな。サトシ、あれ？あれは、嘘だろ。サトシ、間違いない。毎朝俺も見てる。これはユカの靴だ。そんな、
なんだよ。ここで何があったんだよ。これは。何なのこの校舎、血の跡ばっかり。ん？あれは、これは、森重の携帯だ。録画完了？森重、何か撮ったのかな？Ha ha ha!
人になってはいけない、一人になってはいけない。ここに来たのは我々が一番ではなかったらしい。すでに皆一様に死ぬかこの校舎に食われていた。食われるという表現を使うのには理由がある。この学校を包んでいる巨大な呪い、それに深く心が蝕まれてしまう。すなわち心の隙を作ることは自殺行為に等しい。深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに心を侵食されてしまうのだ。結果肉体は壊死を始め、魂は消し炭のように真っ黒になり、我々はこれを黒化と呼ぶが、この校舎に吸収されその一部とされてしまう。例外として肉体は蝕まれずに激しい思念のみが残留し焼き付いたりすることもあるようだが、ほとんどの場合魂はその場に固定され、成仏もできずに永遠にそこに留まり続けることになる。こうしてこの学校は犠牲者を喰らい、どんどん膨張を続けているようだ。ゾッとする。この霊場との接触方法、幸子のまじないを現世で世間に公開していたら、この被害がさらに拡大するところだった。この第4回も次回の第5回も、読者は私と同じく監禁された犠牲者ということになってしまった。しかしせめて生き残るための参考になればと思う。読者のあなたに希望を残せたらと願ってやまないのだ。第5回も楽しみにしていてほしい。助手の田口くんはどこかへ消えてしまった。一人になった私はもう帰ることができなくなった。だが私は書き続ける。使命だからだ。何が起こっても命ある限り、手が動く限り書き続ける。よし、入れてみるぞ。一人になってはいけない、一人になってはいけない、死んではいけない、絶望してはいけない。これを見ているあなたに、ここから脱出する逆打ちの方法を残しておく。幸子のまじないを清純法同様に、人数に幸子を加えた回数を唱え、ちぎった形代の切れ端同士をくっつけるのだ。しなければよかった、来なければよかった。君があんなことに。先生。ねえサトシ、今の映像。この部屋で撮られたものだな。この匂いか。最初に感じた異臭は白骨死体だ。服装からさっきの映像のキビキって人と、女の子の制服は
私がさっき会った幽霊の女の子のだよ。俺も職員室で話した女子だ。篠崎が言ってた奈穂って子かもしれないな。どうした？サトシ、奥に、押し入れの奥に何かない？ん？何もないぞ。もっと奥の方、よく見て。壁に隙間がない？あるぞ。奥にもう一個部屋がある。お前、なんで知ってるんだ？私もわかんない。ただ、そんな気がしたの。二人の白骨死体があるから、踏まないように気をつけろよ。ええ。なんだここは。すごい匂いだぞ。これって、はしご。どこに行ってるんだろうな。おい、ナオミ！ナオミ？どこだ？サトシ。これは、女子トイレか。なんでこんなところと繋がってるんだ。よりにもよって、どうしてここなの？ここは、篠原が死んだ場所だ。やだ、もうやだ。聖子が、聖子が怒ってるんだ。やっぱり私が、私のせいで聖子は死んだんだよ。ナオミ、違う、違うよ。お前のせいでも自殺でもない。どうして違うって言い切れるの？あの時の私の言葉、聞いてないから、サトシは！それ、聖子の携帯。死んでしまう直前まで、あいつはお前のことを心配してたんだよ。送信されていないけど、お前宛にメールを書いてたんだ。あいつ。聖子、聖子、聖子、聖子。気持ちが落ち着くまではと思って、ナオミには見せずにいたんだ。すまない。落ち着いたか？うん、ごめん。篠原の気持ちに応えるためにも絶対に出るぞ、こんな学校。うん、とにかく幸子のおまじないの逆打ちの方法は分かったぞ。
篠崎たちと合流しよう。そうだね。サトシ、おまじないの切れ端はちゃんと持ってる？ああ、持ってるよ。ほら。うん、私も。あれ？え？嘘？あれ？え？やだ、学生証がない！挟んでおいたのに。ナミ、落ち着け。よく探してみろ。だけど、さっき確かに、幸子さんの切れ端を挟んだ学生証、スカートのポケットに入れたんだよ。セコに見せた時に、ない、ないよ。やだ！このままじゃ、私、帰れない。そう心配するなよ。さっきまで持ってたんだろ？この校舎の中で落としたのなら、きっと見つかるさ。だけど、このままもし、出てこなかったら、私だけ、私だけ。ナオミ、大丈夫だ。お前一人置いてったりしない。坂内は、ナオミの分の切れ端を見つけてからだ。中島さん。何遍言ったらわかるのかしら。院長。この泥棒猫が。篠崎、無事でよかった。ゆい先生はいたか？いなかった。そうか。こっちは。森重が、ダメだった。そうだ、一つ分かったことがあるんだ。聞こえてたよ。逆打ちの方法、そっちでも見つけたみたいね。中島さーん。何よ、さっきから探し物は、これかしら。それ！あなたの学生証。中に幸子さんの切れ端もほら、入ってる。ああ、篠崎、ナイスだ！どこで見つけたんだ？委員長、それ、ありがとう！私、それなくして、私だけ帰れないって。それで。わかるわよ、中島さん。これって、この状況では、命。あなたの命、そのものだもんね。あった。落としちゃった。返してほしい？どう？お願い、冗談やめて、返して！冗談じゃないわよ！そんなにこれが大事なら、土下座してでも頼みなさいよ！何ぼーっと突っ立ってんの？おい、篠崎、どうしたんだお前。あれ、いらないんだ。お前。お願い、返して、私の。お願いします。お願いします、返してくださいでしょ。
いらないな。じゃあ燃やしちゃう。篠崎、ほーらほーら燃やしちゃおっかな。どうしよっかな。やめて、やめ、私のダメ。ほらほら、踏んで消しとかないとね。篠崎、なんてことするんだ。町田君は私と逆打ちをちぎって帰るんだから。中島さんはどこにでも消えてくださーい。じゃあ後でね、町田君。なに、心配するな。俺が一緒にいてやるから。あいつには一度ガツンとやってやらなきゃいけなかったのよ。あの情けない悲鳴思い出したら笑っちゃうわ。中島なんてどうでもいいけど、由衣先生は探さなきゃ。もう少し回ってみよう。
なんだこれ。中に写真が入っている。うわっ！嘘、嘘でしょ？嘘だ。嘘だ！なんだろう、この部屋、呪術っぽい。何？何？私、大丈夫？ゆか、ゆか、怖かったろう、痛かったろう、俺がついててやれなかったばっかりに。責めないで、サトシのせいじゃない。
なおみ。あなたのせいじゃない。じゃあ誰のせいなんだ、教えてくれなおみ。え、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、出てこいよ。誰か俺たちを見て嘲笑っているんだろ。サトシ。どうしたの？今窓越しに見えた渡り廊下に赤い服が。ちくしょう！あの怨霊め、思い知らせてやる！生きてる人間を舐めるなよ！サトシ、待って！待て、サチコ！ナオミ、すまん。俺はもう。何言ってるの？どうしちゃったのよ！生きる希望が湧いてこない。そんなこと言わないでよ！俺のおまじないの切れ端だ。お前が持っててくれ。サトシ、嫌だ。篠崎と合流して逆打ちで。やめて、生きてよ。生きる意味が必要なら私があげるから、お願い、私のために生きてよ。なおみ。ゆい先生、ダメだったよ。中島さん、その幸子さんの切れ端どうしたの？持ちた。サトシは自分のを持ってるの。かわいそうにあの子も亡くなってた。じゃあそっちに2枚あるんだね。ごめん、それくれる？あなたはバカよ、本当に。私自分のなくしちゃって。さあ、ごめんね。
島さん、私の一人勝ちだわ。